オレンジメイクってこと？よからぬ着る人おるかもしれん。なんかリコチ着てなかったっけ？かぼちゃだっけ？もはや工藤ぐらいしか着てないよ確かに着よっかな。じゃああえての、ほんまにそうなんやな。昨日夜もこんな感じだったよね。え、すぐ寝た？うん、え、私もすぐ寝た。見らんかった？ん？ドラマ見らんかった？見んかった、忘れとった。でもまだ見てないか。見てない。すぐ見るんだね、出たら。サイレントの話してます確かに何の話か分からんのか。サイレントのドラマを見にるかっていう話をして、うん、なんか見てみてうるさかったから、サラピが。ああ、そういうことね。ああ、そうそうそう、死ぬほど見てみて言ってきて、まあ、でもまあ私川口春奈ちゃん好きだから、うん、まあ、見ようと思っとったんよ、うん、なんか前の時もなんか最近全然そのテレビのドラマを見んくなって、うん、でもその聞かざる恋、うん、の時は見とったんよ。もうそれはお母さんがうるさくて見てみて、え、やばいよね。そう、でも何がいいかってやばい、語るもない何がいいかってそのまあ、物語と音楽が一番いいんですよね。わ、うん、かる。わかる。泣きはせんけど。うん、サブタイトルあるやん。主題歌の。昨日さ、あの何？リハーサルの時の準備運動、うん、ストレッチの時間さ、ダンスの先生サブ、え、サブタイトルだったよね。絶対だからダンスの先生見とると思うよね、サイレン。言ったもん、言ったもん、え、マジ死ぬんだけどっていいよねって流された。なんか 2,3 日前に夜道に聞くサブタイトルはエモみたいな感じでツイートしたんよ。でも昨日の朝行くときに聞いてもエモかった、やっぱり。よかった。エモい歌はね、いつ聞いてもいいわ。違った情景が浮かんでくる。さ、今回うん、今シーズンのドラマめっちゃ見とる。シスターとか、うん、面白いのがいっぱいある。全然見てない。うん、あー、うんうん、え、かわいいよね、あの黒島結菜ちゃん。あ、女の人。うん、黒鷺と、うん、サイレンと、うん、シッターと、うん、あれ、二重人格のやつ。お母さんに聞かんと分からん。ねえ、これうるさい。それやったらなんか、うん、あ、親愛なる僕に殺意を込めってやつ。キワラカヤ、あ、カヤちゃんのやつか。分からん誰か分からんと見よう。もしかして、え、そうよ、内容で見るか決めるけん。
まあでも1話見たら大体わかるよな。1話でやっぱ心がつかまれんかったら見ようと思わんやん。全部面白い。でもまあ日本のやつはすぐにもう名前覚えれるけど、韓国のドラマ見たらさ16話まで見ても名前が結局出てけへん。その主人公ぐらいしか覚えられん。韓国のドラマは、ね、絶対向いてない。なんで？見てもねすぐ忘れる。あ、け前もさ見たって言ってさ説明してここ良かったよねって言ったら、ね、そんなのあったっけって言ったもんね。絶対もう一回見るべきやって。セリフを覚えちゃうぐらいね。イテオンクラスね。うん。どこのシーンが良かった？どこのシーンが良かった？うん。え、六本木では多分カットされとったけどさ。うん。最後の方のさ、争いがさ、イテオンの方がすごかったよね。あ、もうガチよな。ガチのガチよな。あ、もう小。六本木クラスの。うん。私逆に言ったら六本木クラス見てないけどさ、うん、お母さんが見てるのを横目でちょっと見たぐらいで、まあ六本木から入ればよかったかなと思うな。あ、まあ、うん。やっぱなんか規模がすごいよな韓国の方って、うん、ワンシーンワンシーンのレベルがすごいなって思う、はい、いや、あのお酒を飲んで、あの今日の酒はうまいじゃない、苦いか甘いかみたいなシーン好き。お父さんが好きだったよな。あの韓国の方も日本の方も両方好き、役者さん。え、日本のお父さんもなんか本当にかわいそうになる。え、なんかもうね好きなんよね。だから好きドハマりすぎん役も、うん、あの転げ落ちる時の表情とか細かあんな表情できる？でも50回100回ぐらい多分転げる練習したんやね近所の公園とかで。公園に咲かないし。って思いながらドラマ見たら涙が出てくるよ。すぐ泣く。もう最悪なんやな。あのサラフィンの前でドラマ見たらあかんから絶対。めっちゃ笑う。いや笑うし動画撮られるし永遠にそれをネタにされるし何回見ても面白いんやもん。こっちとしてはもうメリットが一つもないって。辛くなった時にあの動画見てね , 笑えるかもな。思い出しただけで面白い。人が感動してるところ横で。いや、めっちゃ感動。しかも感情移入するんよ全てに。いや普通感動した時はこうってあのピクって泣くのが普通なのに、うん、のちゃんは、うん、違う、そのなんかそのシクシクを超えるのよ。いや、なんかドラマを見て泣いた人とは思えんぐらいの反応をするけん。でもさ、そのまま言ったら自分が泣きよる時って主人公も泣きよるわけやん。多分主人公もそれぐらい泣きよるよ、言うけど。いやいや、主人公はそれぞれ。やっぱそれぐらいの気持ちをやっぱドラマにこう向けないと、ドラマ側に失礼やから。いや、まだその感動系のドラマとかなら分かるけどさ、バチラー見てあんな号泣することないいや、だってあの人たちは人生かかってるから。バチェラーも泣けるんや、あれはほんまに。こう回数重ねるごとにね、やっぱまあ友情がね深まっていくんですよ。
でもあやっぱ私の推しメンはすごい愛されてたんだなみたいな、あの仲間からもすごいとか、そういうの考えたらめっちゃもうあここで落ちるべきじゃないみたいな、涙がブワーって出たりとか、よかったねって親みたいな気持ち。いや何でも別に感情は出るのよ、何のあれでも。めっちゃなんかびっくりされたんだけど、バチェラー見て泣いたことに。全然泣くよ、全然泣きますよそりゃ。逆に泣いたやつはどれ今まで。これは泣いたなみたいな、涙なしでは見れんかったなみたいな。さすがにあるやろ。でもさ、やっぱ病気とかのさ題材にしてたらさ、やっぱまあ見らん、え見らんの？今回とまあ非現実的なドラマ見るよ。非現実的な、うん、あだから現実と被せることがないんや、うん、でもその非現実的なことを多分現実と照らし合わせるんだよ視聴者って。だから泣けんだよ。バチェラーは、まああれは非現実的すぎるな確かに。バチェラーは何、じゃあそのいい男の人いっぱいいるけど、うん、えあれはどっちのあれになって泣いた、女の方男の。あれってさどのあのどのタイミングで泣いたっけ私。推しの男の人じゃあ、そうだそうなんだよね私が応援してた人がなんかもうそのファーストインスピレーションみたいな第一印象で、あ絶対この人がいいよって思ったよね。なんかいいやんって思った。そうそうこの人いいやんって思ったよ、なんか思って。でも全然その人引っ込み思案でそのアピールタイムの時も喋れんかったんや。なのに残ったんやね結構で、まあ途中からだんだん自分のこう出せるようになって、でもそれもああよかった出せるようになったって思って、でやっぱお互いの空気感めっちゃ良くて、あ嬉しいやっぱ合うじゃんみたいな。でそっからのもう最後ね残り2人まで残ったわけよ。あもう絶対こっち選ばれるだろうなって思ってたのに違くて、もう男の人の気持ちになって泣くってこと。そうだねとかその一つ一つのそのなんかその時の動作みたいな。どういうこと。なんか告白そのまあ決めました、この二人どっちかに決めましたってなって言おうとしたのに一旦こう後ろに下がって泣いちゃうわけよ女の子が。それ考えたら あじゃあ女の人の気持ちにもなる。あそう両方なる、その時間の間に二役してるのこっちは。なんならまあ三役する時もあるんやけど、それがまあ人数多い時だったらさ何十人の気持ちになるわけやん。だから気持ちが大変な、そうまあ、だから別にまあ推し同士が別に付き合わなくてもまあ別にいいのはいいよ別にその人が幸せだったら、けどまあその落ちた方の気持ちに なるから、その時は一番悲しい人の気持ちになる。あそうかそうかそれを選んだかっていう気持ちになるで泣いてまして、あの時はもう我慢できへんのよな、こっちもこっちで。
巻くの髪。あ、今アイロンした。いや面白いよなドラマって。ドラマは心の栄養ってお母さんがいつも言ってる。だいたいこういう系のコスプレするとかで合う方にする。私は決めてる。ロングやからさ、髪の毛巻きがいのある髪の毛やな。ってめっちゃ思う。見てて。ロングやから巻きがいのある髪やなって思う。短いのってこと？え、ショートとかマジでしたことあるの？ないでしょ。生まれて伸びかけの時以外。おもろい。おもろいやんそれ。赤ちゃんの時ってことやろ？そう、ロングがいいとかショートがいいとかいうそういう気持ちがない時ってことでしょ？産毛とかのレベルってことでしょ？短い時。産毛。いいんじゃない？興味あるけどね。ちょっと気になるけどね。ちょうど。うん。顔がはっきりしとる顔やけど別に似合わんことはないね絶対。あの前髪作らないショート。あの私の好きなセイラちゃんおるやん。みたいな絶対似合うよ言うけど。いや絶対似合わないよ。似合わんのは分かるけど似合うのは分かる。絶対似合う。でも切る予定ないでしょ。でもなんていうの、セミロングぐらいはさいいんじゃない。でも 2月とかその辺短かったよ。どのどんぐらい。あと鎖骨ぐらい。えそうやっけ。結構短いよ今見たら。嘘。そんな時あったっけ。鎖骨は嘘か。いやでも短いと。その巻く時間あるか。
かその今日待ち時間結構あるだす。絶対あるわこれ。メイク普通にできちゃうぐらいの時間ある多分。うん。今見たけど。私も髪の毛先やろうかな迷うな。髪の毛セットするの好き？普通な。できることなら一人してもらえて。私はしてあげるのに。できる。よし結構頼まれるよ。誰に？メンバーとかなんか握手会の時とかさ、あ、めっちゃしてあげよったよ。死にてないよ。え、なんかくくるってよりは巻く。うん。何巻きが好きなん？なんかウェーブなのか縦巻きのミックスなのか吉井盛りなのかみたいな。韓国の巻き方とかで言いたいそうや。え、なんか、うん、波ウェーブ好きやけど、うん、さあの気質的に、うん、取れる原的、取れるんじゃん。めっちゃ取れる。かといってさ、かといってさ、なんかしすぎたらさ、めっちゃボリューム爆発みたいになるけど、それ嫌よね。うん、でもグリグリにもうボリューム爆発ぐらいグリグリに巻いとっても始まった頃にちょうどよくなる。じゃあライブではできんね、あんまり。うん、OK。ライブでウェーブ巻きしたことない。あ、抽選会の時に、うん、めっちゃウェーブ。それさ、一回アイロンの熱通してからやっとる？髪の毛巻くときってさ、でも自分では先見が、なんか私はなんか朝と夜とかにもアイロンするんやけど、ライブの前の日とかは一旦ストレートにして、例えばじゃあ集合して髪の毛してもらうってなったらカールがつかんのよ。やけんライブ前はもうアイロンせずにいかんといけん。そんなことは考えてないけど。うん。何もしてん。そういう気ではないんか。でも家出るときさ、アイロンするぜじゃない？しないよ。え、そうなん？あ、でもロングやから全然できるみたいな感じ？なんか元々のストレートが強いからは。ああ。なるほどね。元々ストッパーかけたりしてぐらいストレート。じゃあいいね。いいかも。いいやろ。もじゃもじゃより。確かにまっすぐなってるよね。私あっちの前髪の方が好きやけどな。あ、まっすぐ。うん。まあ一般的な髪だけ。なんか女の子があのメイクして、まだ前髪してない状態とかめっちゃ好きなよね。
私言っただけ。そうなんや。あとはライブ前ってさ、まあ、みんなすっぴんで私服で入るじゃん。その私服でバキバキのメイクしてるのも好き。衣装から私服に変わった時も好き。違う感じするよね。すごい同じ服着とっても輝いて見える。よいしょ。お腹空いた。下抜いて。何食べたん？だね、賞味期限の今日までのヨーグルトと、うん、バナナと卵かけ納豆ご飯。おお、納豆食べたよさっき。納豆好きなよね。え、前も食べとったよね。なんかお話し会から、ね、お話し会の時から納豆食べとったよね。え、食べたかも。で、なんかそう、あのブドウを食べるのに袋が一緒で、納豆の匂いがする袋にブドウの皮を出すって。食べても食べてもお腹が空くたらしい。最近麺類食べてなさすぎて、前は1日1食絶対麺類食べてたのに。なんか、なんかちっちゃい時のヨーグルトに対する気持ちと今のヨーグルトに対する気持ちが違うんよね、私。味覚変わったい。なんかすごいめっちゃ好きだった、何個でも食べれますよみたいな。でも分かる感じだったのに、なんか分からんけど、家にあってもこう飛びついて食べるみたいなんではなくなって、ちょっとお腹が痛くなるんよね。分からんけど、なんか乳製品が弱くなったのかも、体に。もともとヨーグルトは好きだ。でも飲むヨーグルトは好き。へえ、好きよ、私も。牧場とかにあるやつ。え、あの言ったっけ、あの高千穂牧場の。あ、そう、ああいうの。めっちゃ美味しい、あれ。やって終わり。あ、ストレートで巻く派の人やったっけ。いや違うな。え、ストレート？
あ、前髪はね、後ろはちゃんと変わるよね。カフェオレ、カフェオレ好き？普通。コーヒーは？飲めん。よね。カフェオレも飲めるけど、そんなめちゃくちゃこう進んで、あのたくさんコンビニで並んでる中からカフェオレを選ぶかって言ったらそうじゃないから。わかる。なんかちょっと今日気分違うみたいな時に飲んだりする。でもコーヒー牛乳とかの方が好き。全然部類違うけど、飲み物はお茶しか勝たんから。濃いお茶、うん、一時ハマってたよなあれ。あ、やばい、間違えた。あ、間違えた。うん、ずっとあれ永遠に。なんかさ、お店行ったらさ、ウーロン茶しかないけんさ。そうやね、ウーロン茶緑茶しかないけん、それはウーロン茶ない。普通の緑茶は薄く感じるんよ。うん、時美味しくないけん、そういう時はウーロン茶頼むけど、お店に濃い茶があったら濃い茶頼む。絶対ないもんね。でも濃い茶っていうメニューが、濃い茶それぐらい食べちゃう。そもそもダメみたいな。何においてダメなそれは。なんか水分を出す作用があるけん、うん、なんか変に体内の水分を出されるんだって。だけど夏とかに水分補給として緑茶飲んでも意味ない。あー、そういうことか。あ、なんかさ、むくみ取るのにカフェインみたいな、なんていうの、その緑茶って言うじゃん。逆にむくみを取るときはそれがいいってことか。いや、それもでも流れていくだけやけん意味ない。そうなの。むくみ取りたいな水かルイボスティーらしい。ルイボスティー。なんか水分を出すのとルイボスティーとかの水分を出すのと別なんじゃない。また違うんか。私もウーロン茶とかあんま好きじゃなかったけど飲めるようになった。ちっちゃい時は麦茶がめっちゃ好きで、一緒、学校終わって暑い夏帰ってきて飲む麦茶が一番好きだ。めっちゃわかるよね。めっちゃ麦茶好きやったけど好きじゃなくて、大きくなったらなんかあんま飲む機会が減って。緑茶とかも普通に好きやな。めちゃめちゃわかります。家にお茶の機械があったんよ。お茶の機械、なんかこう押したらこう出るよみたいな、あって、なんかそれはなんか下がね、下の部分がめっちゃこう濃い緑茶になるの、うん、だからめっちゃ好きだった。それこそその濃いお茶のやつみたいな感じの味で。
私もメイク後で直そう。マジやだな自分で髪の毛するの、ね、うん、メイクさんのありがたみを感じる。え、本当にそれな、間違いない、いつもありがとう、間違いない。話しながらとはいえ支度に時間がかかりますね。女子はみんなこのくらい毎日時間をかけて生きてるんですよ、ね、そうですよ。可愛いっていうのはもうそう簡単にね、みんなが何気なく見てる巻き髪もメイクも時間がかかってた。だからすっぴんの方がいいよっていう人は嫌われるんですよおもろ、すっぴんもいいよとか言ったらね、そうそうそう、いいんだけど、まあ、いいけど言葉って難しい。言う人は嫌われます。まあ後で微調整すればいいか。アイロン両方持っていこうかな。でもあるんじゃない。ああ。でもあるやつ使うのがいつでもその使いたい、アイロンを。喋りながらしたら ね、そうそう、喋りながらしたら結構ね遅くなるから、メイクだけやったらそんな時間かからんけど。で最近なんか15分メイクみたいなしょったんよ。15分メイク、うん、15分セットしてメイクしたら意外と良くてから、ああ、でも意外とパパってやった時の方がいい、ね、そうそうそう、漏れるなやっぱり、めっちゃ感じな。ほら、すっぴんもメイク顔もパック顔も好きですってコメントが来た。私風呂上がりとかに配信したいですけど、髪の毛まだびしょびしょでただ髪の毛乾かしてパックしとる姿を晒す配信してとか、いつも後で後悔する、お風呂上がり配信したことあるけどさすがにちょっと髪濡れとる状態ではやったことないやん。でなんかその時間ももったいないみたいな、15分ぐらいかかるやん髪の毛乾かすの、まあ、もったいないと思って肉にパックしとったらいいやと思ってしたりするけど、それはそう、まあ後々後悔するよ結局そんなもん世界に晒してしまう。そうなんよね、なんかあんま世界に発信してる感がないやんかショールームって。うん、ない、良くも悪くも喋りすぎちゃうんやな、良くないほんまに。距離感大事、うん、よしよし、いいんではなかろうか。良さそう。すでに負けが取れてきた早いな、さすがに。
ょっと待って、そうだよ、あーやばいわもう、時間感覚がちょっとおかしくなった。ファンの皆さん、配信を終わります。できました、リップ塗ってないけど、じゃあちょっとまた後でかけ直そう急にもバイバーイ、はい、バイバイ、はい、皆さんごめん、ちょっとコメント読めなかったんですけど、ギフトとか投げてくれた皆さんありがとうございます、コメントもたくさんありがとう。この後はハロウィンのイベント行ってきます、ガールズトークみたいな、いつもこんな感じ、ありがとう、おしめのみさん、ドクトさん、ツナさん、バティさん、ブン、エンジョーさん、ツナさん、ランキング読めます。13位はキガヤさん、12位はカズさん、11位はフライヤーさん、10位はララランドさん、9位はナミさん、8位は TMFM さん、7位はジュンさん、6位はフラブチーノ、5位はブン、4位はツノさん、3位は徳田丸さん、2位はピオネさん、そして本日の第1位は、第1位はおしめななみさんです、おめでとうございます、ありがとうございます。ちょっとまだ今日ちょっとまだメールはあまり送れてないんですけど、今日は配信がないので、うん、自撮り送るね、待ってて、昨日の写真もまだね残ってるからいっぱいあげます、たくさん。それじゃあ今日も行ってきます。お仕事終わった方はお疲れ様、ひな、ありがとうございました。明日配信できそうだった、うん、じゃあね、行ってきます。